こんにちは。カウンターストライクオンライン2、インストールしてみました。で、まあ、起動してね、チームデスマッチがプレイしてます。もう3戦目ぐらいかな。で、開始早々ポイント使ってね、MP7 をアンロックしました。カウンターストライクはね、なんか前にも言ったんだけど、なんか、昔のやつはちょっとだけやったことあるんだよね。まあ、あんまり合わなくてすぐやめちゃったんだけど。当たんね当たんね。はい、ハンドガン。で、なんか、あれだね、MP7 とかってカウンターストライクオンラインなかったよね。CS、カウンターストライクソースにもなかっただろうね。死んだ。あとなんか、このハンドガンが、なんか前の方になんかついてるな。USP なのは一緒なんだけど、なんか前についてるね。オプションが。あとはマップは綺麗にはなってるけど、まあ、いつもの同じマップですね。ダスト2。おっと、びっくりした。あ、ダメか。まあ、このゲーム、ヘッドショットゲームなんでね。アサルトライフルは強いんでね。CV とか M4 とか。で、まあ、カウンターストライクはね、あんまりこういうサブマシンガンが優遇されてないんだけど。まあちょっとね、気になったんで、MP7 でね、せっかくなんで使っていこうと思ってます。まあチームデスマッチなんでね、そこそこいけるかなとは思ってんだよね。あ、全然当たんね。あ、全然当たんね。あははは。これダメか。全然ブレるんだよね。フルオートはダメかな、このゲームは。なんか声がすげえ聞いたことあるな。俺もなんか最近売れてる声優さん使ってるの。おっと、あれ敵じゃね？ああ、全然当たんね。ああ、なんか、まあ、何戦かしかしてないんだけどね。なんかマップが、いつものマップしかないんじゃないかってぐらい、あの、古いマップばっかりだね。まあ、新しいマップももしかしたらあんのかもしんないけど、こっちだね。これ奥のやつ。リロード挟んで。あ、やべ、二人いるか。上登れたっけ？登れないな。裏から回っていこう。カウンターストライクオンラインといえばね、あの、55の、なんだっけ、爆破モードみたいなやつ、まあ、クラシックモードだっけが面白いんだろうけど、ちょっとね、めんどくさいんでやってないですね。まあ、後でちょっと一回ぐらい久しぶりにやってみようかと思うんだけど。おっ、倒れてる。あー。そうきたか。いいカバーの入り方ですね。お、横にいた。あれ？スナイパーか。スナイパーがいて。あ、いたね。ちょっと距離が遠いんで。無視していきましょう。いた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 。これがな、当たんねえんだよな、遠いと。MP7 やっぱダメだな。これでヘッドショットになったね、今。あんなが飲めんやろ。よし。あ、ダメか。あ、このゲームね、ストッピング大事なんだよね。もうサブマシンガンだから走りながらあるっていうの、基本止まって撃たないと全然当たんないんでね。それがね、あんま好きじゃないんだよね。あ、やられちゃった。もっと動き回りながら撃ちたいんでね。あんま、なんか、ガチリアルな感じの、ゲーム性だと合わない。もういるか。いたいたいた。はい、やっていく。え？左向いたとこ。いない。よし。いやー、サブマシンがほんと近くじゃないと当たんないな。ぶっちゃけハンドガンの方がね、精度いいっていう。
来た？あ、いたいたいた。おお、マジ。ボームで死んだ。まあ、どうだろうね、これ。続けるかって言われたら多分続けないとは思うな。まあ面白いんだろうけど、俺には合わないかなっていう。あ、ブレてるブレてる。一回降りて。え、もう一回シラミして。やっていく。ちょっと奥の方行っちゃってみますか。なんかあっち側取られてないかもしれない。ああ、カジさんの声が聞こえた。あそこいるでしょ。倒した。じゃあいいや、戻ろう。ん？なんだなんだ、なんか自分が騒がしいぞ。おお、そこにいる。危ねえ。リロード中だ。めっちゃかっこいい声が。ロングは？あ、やられてる、やられてる。あ、これ最悪。あのが、あ、ダメか。いや、ヘビ背負ってるよ。こういうスキンとかほんとどうでもいいね。あー、上ね、いるよね。こういうスキン超どうでもいいんだよな。あ、終わっちった。はい、そんな感じですね。CSO2。はい、まあ、こんな感じでね、最新のカウンターストライクオンラインをね、無料でプレイできるんで、気になる方はぜひやってみてください。